願いします。とある広場にやってきた秋竹城、ドラマの打ち合わせと偽り呼び出した。それでは行ってみよう。ちょっとしません、これお願いします。何何、これ絶対落とさないでください。何よこれ。で芸術点も満点。お次は落とし穴記念すべき第1回作品となったフォトチャ。見事なブサイクラ。落とし穴の歴史、その礎を築いた。その穴はサッカーグラウンドに掘られていた。さらに粘着テープの言い方。はい、皆さん、パート1のバイブレーションだ。これがもうびっくりしちゃうからね。こんなのが何も分かってないんじゃないの。はい、いきなりこうあっと来るからね。いいですか、もう。いやー、うわー、びっくりしちゃった。もうじゃがいっち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 ゃがいミスターシェイク、ミスターバイブレーションが来ちゃったよ。てめえんどら、もうバカ野郎、ほんとに、あんて、ほら、やったよ、もう、びっくりだ、助けて、もう、やっちゃうぜ、ほんとに、ほら、この違うんだね、これはもう分かってない、もうね、これが日本のもうすごいところなんだよ、これでもう、バカッと動けちゃうからね、ほら、来た、ドア、この振動、びっくりした、ちょ心臓やばいですよ、これ。はい、この女の子ね、もう何にも分かってない。おら、どうだ、来たね。もう、バーッ
と驚いちゃうよ。驚きだ。ほら行くよ。もうタイムだ。ほら振動うわーっと言ってるよ。もう驚いちゃってるよ。はい、この少年ね、何も分かってないんだからね、いきなりギャーっとしちゃうよ。もうほらだけどね、あんまり驚かないのよね、調子狂っちゃうわね。もうダラーンとほんげらっと、もうダメになっちゃったのよ。はい、次の女の子、ヘスダリルックの女の子ね、これまた分かってんのかね。行くからね、行くからね。ほら来た。いやーおほほほげー、もうびっくり、腰が抜けて、どさくさに紛れて触っちゃダメよ、ほんとに。路地裏で津波だ。やってきたのは和製ビヨンセこと渡辺直美。雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてロジウラであいつだ。ご存知、イタリアの伊達男ジローラモ。ちょい悪親父は女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性がロックオン。嬉しそう。それでは行ってみよう。